そばにいてくれるだけでいい。黙っていてもいいんだよ。僕のほころび縫えるのは同じ心の傷を持つお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたい時もここで泣け。涙を拭くのは僕だから。同じ喜び知る者はお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。約束をしたあの日から遠くここまで来た二人、同じ調べを歌うのはお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。はい、こんばんは。今夜はね、フランク永さんのお前に歌いました。今日もね、 YouTube でライブ配信したいと思います。寒い寒い、冬だね、ほんと寒いね、うん、もう気圧だもんな、気圧、ほんと冬真っ盛りだね。寒っ、やっぱ暖房入れっぱなしがいいな。入れっぱなしで入れた方がいいね。帰ってきたから寒くてね、暖房入れないとね。ああ、今日寒かったもんだから、帰ってきて寒かったもん。少しずつ温めてるけど、まだね、寒いね。でも入れっぱなしだといいんだよね。昼間ほんと寒いからね、ほんとね、誰もいないのね。いやあ、日当たんないからね、冬はね。すぐ暑くなるんだよね、この辺はね。冬は逆にほんと寒くて、寒くて、寒い。寒い。だから誰も見なくてね、ね、エアコンを消さないよ、やっぱ。そうしようね、こっちの家もね、エアコン入れっぱなしで仕事に行こう。帰ってきた時は辛いもんな、ね。電気カーペットで抜いてもいいけどな、ね。エアコン入れっぱなしでいいやな。3年か、13年1月5日木曜深夜か。悲しくりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた
胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、お笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン。もう解けることもない。今はねえマスター、作ってやってでよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の巻きと使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹き溜まり。歌を歌い抜くこの俺でも話し合いできなれるなら、いざ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえマスター、歌ってやって痛みを癒すラプソディ。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で、中学行ってたこの俺は一人失恋レストラン、まだ恋したこともない。そうさねえマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター、早く。はい、こんばんは。今夜はね、失恋レストランを歌いました。2023年1月の5日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、夜さりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね、スタンドもね、ヘビさんこんばんね、ヒロリさんこんばんね。じゃあワンスマー行こうか。同じね、リクエストがあったんでね、じゃあ今夜はね、失恋レストランね、どうもね、ワンスマーね。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン。もう解けることもない。今はねえマスター、作ってやってよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の巻きと使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹き溜まり。歌を歌えぬこの俺でも話し合い的になれるなら、いざ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえマスター、歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で、強がり言ってたこの俺は一人失恋レストラン、まだ恋したこともない。そうさねマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター、早く。はい、じゃあワンスモア、もう一回行こうかなね。今夜失恋レストランね。はい、ワンスモア。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン。もう解けることもない。今はねえマスター、作ってやって
てよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の魔術を使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹き溜まり。歌を歌えぬこの俺でも話し相手になれるなら、いさ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえマスター、歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。はい、みんな帰ったその後で、中学に行ってたこの俺は一人失恋レストラン。まだ恋したこともない。そうさねえマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター、早く。はい、こんばんはね、どうも。うん、今日は失恋レストランだってますね。野田さん、どうもね。歌いらない人来なくていいよ。じゃあ次はこの歌いこうかな。ねえ、今度は。飾りがないのよ、涙はいこうかな。私は泣いたことがない。鍵の消えた街角で、速い車に乗っけられても、急にスピンかけられても怖くなかった。赤いスカーフが揺れるの、不思議な気持ちで見てたけど、私泣いたりするのは違うと感じてた。私は泣いたことがない。冷たい夜の真ん中で、いろんな人と違ったり、投げき受け止めたり、投げ返したり。そして私、友達が変わるたび、思い出ばかりが増えたけど、私泣いたりするのは違うと感じてた。飾りがないのよ、涙。好きだと言ってやるじゃないの。真珠じゃないのよ、涙は。綺麗なだけならいいけど、ちょっと悲しするのよ、涙は。私は泣いたことがない。本当の恋をしていない。誰の前でも、一人っきりでも、鏡の奥の涙を隠していたから。いつか恋人に会えるとき、私の世界が変わるとき、私泣いたりするんじゃないかと感じてる。きっと泣いたりするんじゃないかと感じてる。飾りがないのよ、涙は。好きだと言ってるじゃないの。真珠じゃないのよ、涙は。綺麗なだけならいいけど、ちょっと悲しくるのよ、涙は。飾りじゃないのよ、涙は。輝くだけならいいけど、ダイヤ好きなの涙は。寂しいだけならいいけど、ちょっと悲しくるの涙は。ララララララ。はい、こんばんは。今度これ行こうか。もう遅いから最後は今度これで終わろうかな。最後は今夜の最後はこれで。春の木漏れ日の中で、君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね。君と話し疲れて、いつか黙り込んだストーブ代わりの電
な月赤く燃えていた。地下のジャズ喫茶、変われない僕たちがいた。悪い夢のように時がなぜてゆく。僕が一人になった部屋に君の好きなキャリーパーカー見つけたよ。僕を忘れたかな。ダメになった僕を見て君もびっくりしただろう。あの子はまだ元気かい。昔の話だね。春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね。はい、最後はね、僕たちの失敗でした。どうも。今日歌はこの辺にして、じゃあ今夜のお夜食といこうかな。お夜食ね。じゃあさて、お夜食の時間にだよね。でもね、お夜食ね、こう今夜お肉を炒めてくる。お肉、お肉だ。ちょうどね、寒い。若鶏の胸のひき肉だ。こちら胸のひき肉ね、こちらを炒めてくる、ね、胸肉。Thank you.
炒めだ。うどん炒め。うどん炒めだ。キムチ炒め。エバラのさ、キムチの鍋のやつね。うどんですよ、どうも。かきむさんどうもね。おっぱさんどうも。じゃあ、玉ねぎ、ひき、鶏のひき肉とね、玉ねぎとうどんね。味付けは塩コショウとね。エバラのさ、キムチ鍋の素のやつね、あれね。部屋が寒いから湯気がすごいよな。いいな、エバラのやつね。肉と玉ねぎ。なくてしょうが、歌いたい人がいるからしょうがないんでしょ。歌いたい人がいるからね、うん、歌いたい人がいるから。寒いな、ほんとね。ほんま冬だよな。あんまりまだ聞いてないんだろうな。なんか湯気がすごいんだよな。湯気が見れば聞いてるかどうかわかると思えるよね。あったかったらほんの湯気出ないもんな。寒いからな。残飯じゃないよ。炒めたばっかよ。そういうものじゃないよ。糖尿病じゃないからね。お母ちゃんってそんな好きじゃないんだな。開放感がないじゃん、カーテンって。じゃあこれ一杯飲もうか。一杯飲もう。焼きうどんと麦とホップ。麦とホップします。田村さんでおなじみです。
アパートあれ、窓の外にさ、家主さんのさ、植木が置いてあるからいっぱい。あそこはさ、借りてる家アパートだからさ。今日窓を開けたとこにね、家主さんのさ、向かいに家主さんが住んでんだよね、アパートの。その人の植木が置いたんだよね、それで。隠すにもやって、あ、パーテン、カーテンね。知られるわけないじゃんね。いや、わかんないよ。静かだ、本当に夜中だもんな。寒いね。静かだね、本当な。どうもダメだな、僕は。夜に起きてる習慣があって、どうしてもな。高校の頃に深夜放送を聞いてたからさ、どうして夜起きちゃうんだよな。見ればかんや、この湯気を見ればね。どうね、そうね。二人いるんだ。白石って好きなんだね、みんな名前がね。どう思わないよ。どう思わないよ。どうもねえって、どうもねえって言うね。読めなくていいからやめないよ。
こんばんはね。とりあえずさん、どうも。うどんです、うどん。うどんとひき肉炒めたいですね。もう火になっちゃうな、早いな。チキンというなんか言い方やらしいな。チキンというのがいやらしい。やらしいね、チキンというとなんかやらしい。やらしいね、本当本当。チキンというのがやらしくて。すごいな、本当。なんもない。偽物の気がして、ついたど。しない、する機会がないから関係ない。する機会がないから大丈夫よ。相手がいないって言うから。あ、どうもね。ぐるぐるって、これが？ぐるぐる。こんばんはね。飲むよ、大丈夫ですよ、大丈夫よ。折れてるんですね、少し先がね、折れちゃったから。ありがとうね。
最後に飲むじゃん、最後に。小田さんどうもね。どこにもいないよ、どこにもいない。ないよ、置いてあるだけ。はい、美味しくいただきました。さあ、最後一杯飲もうか。無事とほっぺ。じゃあ最後にこちらで。こんばんは、ユーハンさんどうもね。今日はね、ムリとホップですね。食べた。今日うどんだったよ、うどん。一寝入りして仕事だ。1時半に寝たとして3時間ぐらい寝れるね、3時間ぐらい。4時半過ぎにここ出れる。まだ4時半真っ暗だからね、4時半は真っ暗よ。本当真っ暗。今6時過ぎると明るいんだよね。6時ぐらいになるとね、明るいんだ。明るいけど、まだね、日の出なんだよね、6時はね。6時なら明るくなってね、6時。
って町屋に着く頃が6時だからさ、今。4時半家出んの。試合場4時半。4時半家出んの。4時半過ぎに。5時3分が始発なんだよな、5時3分。あれに乗るんだら4時半、4時半か、そこでないとな。始発の5時、5時3分に乗るにはね。焼き兄弟からだとね、そうなっちゃうな、焼き兄弟からだと。電車に乗ってる時間があるからな。この電気カップルだからあったかいよ、これ。この下、この下。電気カップルだからあったかい、ここ。電気カップルだからすごいあったかいよ、別に。ね、この下、この上で横になれば気持ちいいからね。電気カップルだから。ほんとあったかい、電気カップルだ。横見ると全身があったかいからさ、電気カップルはさ。だから毛布、この上で、この上に横なって毛布かければ、すごいよくなれる。入れてるよ、うん。で、そんなにいないから、この家に。夜の数時間しかいないからさ。考えたらね。使ってんのせいでして4、5時間だもんな。ああ、分かった。じゃあ、今日はこの辺で。おやすみなさいね。また明日ね。お次の歌はまたおやすみなさい。最後はこの歌でいいかな、最後は。最後はこの歌で。我が人生に組み出しで終わろうか。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。この世に歌があればこそこらえた涙、幾たびか親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ。右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない。我が人生に言わない。はい。今日は今夜はこの辺でおやすみなさい。ではまたね。皆さんどうもおやすみね。うん。じゃあ最後は、今日最後はこれで終わろうかな。アンビシャスジャパンで終わろうか、トリオの。
例えて言えばロングトレイン、風切り裂して走るように、未来に向かってまっしぐら、突き進めば望みは叶う、立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさ。会いたくて会いたくてたまらないから旅に出た、会いたい人は君だけど、君なんだけど、それだけじゃない、知らない街で出会いたい本当の自分と。 Be ambitious 我が友よ、冒険者よ。 Be ambitious 旅立つ人よ、勇者であれ。 Be ambitious 例えて言えばロングトレイン、夜を貫き走るように、光に向かってまっしぐら、突き進めば奇跡も起きる、立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさ。抱きたくて抱きたくてたまらないから旅に出た、抱きたい人は君だけど、君なんだけど、それだけじゃない、両手を広げ抱きしめたい、輝く夜明けを。 Be ambitious 我が友よ、冒険者よ。Be ambitious 旅立つ人に栄光あれ。 Be ambitious Be ambitious 我が友よ、冒険者よ。 Be ambitious 旅立つ人よ、勇者であれ。 Be ambitious 我が友よ、冒険者よ。 Be ambitious 旅立つ人に栄光あれ。 Be ambitious ではまた今夜この辺でおやすみなさい。